皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸寛です。今日は実は気候変動問題を取り上げたいと思っております。で、ゲストはいつもの高橋陽一さん。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それからもう一方、はい、これも何度もご出演いただいている学級社創業社長の川端慎一さんです。川端さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず始める前にですね、本題の前に、実は高橋さん、最近というか、1、2週間ほど前、ちょっと炎上したと思うので、その後日談をちょっと聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、高橋さん、例のさざ波発言、その後、いかがですか？いや、もう、なんて申しましょうかね。マスコミが家にたくさん押しかけてくるわね。もう四六時中電話で取材したいわって言うんです。もう先週は本当にひどかったですね。先週？だってかかってくる電話がほぼそれですよ。ほぼそれ？みんな。ひっきりなしですよ。あと家に突撃取材とかそういうのも来るしね。なんですかね、この場では。すごいね。いや、それでもうその波はもう終わったの、その大波は。まあ、はっきり言えばあれでしょう、私取材一切落ちなかった。落ちない、なるほど。全て落ちない。 YouTube で喋ります。おしまい。で、 YouTube は切り取り OK よってどっかに書いてたね。そうそう、切り取り OK っていうふうに言ったんだけど、その前にマスコミは切り取られるから取材受けませんって言ってるのに、そこは書かないでね。落ち着いたはずなんだけど、でも まだ国会ではなんか高橋雄一を出席しないと審議拒否って話になってるらしいんだけどね。私はよく分かりませんけど、審議拒否っていうことらしいですよ。いや、正直言って全然分かんない。ただ、内閣官房参与のお仕事をすれば、政策について、助言をするって言われてるんだけど、一般的に言うと、実は、総理からね、話があったことしか私は答えてないし、それとあと、そもそも意思決定に一切関わってないので、意思決定に一切関わってないから、職務はないんですよね。職務上出る必要、どっかに。だから、それなのに全く勝手にこんなのを政策決定に関わらさせるのはおかしいっていう、マスコミはまさに嘘を書くんだけどね。一切に関わってないって何か言ってもそれは書かない。ああ、なるほど。玉川氏なんかあれですよね。高橋陽一は国税を使ってるって一切使ってない。なんか税金使ってるとかいう話だった。要するにあれ、あなたに借金が支払われてるって話なんでしょ？一切支払われてない。実際は、でも。借金が支払われてないところか、私、こういう業者も使ってないし、交通費も一切もらってないし、役所備品は一切使ってないんですよ。今ちょっと音声途切れました。すいません。公用車を使ってない。はい。借金はもらってない。交通費はもらってない。公用車を使ってない。それとあと、個室は使っていない。共用の部屋で会議前の待機室しか使ってない。だから個室のを使ってないので、秘書もいない。そういう立場ですけどね。一切私は公金使ってないのに、公金使ってるというふうに公共電波で言われて、訂正もしないですね。なるほど。いや、それでさ、私もあなたの名前が久々に新聞なら、NHK やらって出たからさ、びっくりして、いろいろ喋った。ちょっと、事実関係だけ確認しとくけど、もう散々言われてるけど、さざ波っていうのは、木村盛夫さんが最初に使ったわけやね、1年ぐらい。もちろん。だから私、自分の書いてるもんでは、木村盛夫氏の言う、さざ波という言い方をした。だから、その時には問題にならなかったのかね、木村さんの発言。1年前から言ってるから、ならないでしょ。一年前から言ってるんだけど。だから私必ず木村盛夫氏のようにさざ波って書いておいてるんだけど、あの時は木村盛夫氏っていうのをちょっと端折って、ただ単に鍵括弧続けて喋ったってだけです。ということはやっぱあれだな。木村盛夫氏じゃさ、要するにニュースにならないから、それであなたが狙われたって感じかね。そうそうそう。あと報道で面白かったですよね。朝日新聞と毎日新聞がほとんど報道して、テレ朝と TBS しか報道しなくて、あと他ほとんど報道しないんです。あと NHK が報道するんだけどね。なるほど。そういうことでしょ。まあそういうことね。いやいや、じゃあ一応一段落したんなら、何よりでございました。久々にでもね、あなたが注目が集めちゃってさ。
いやいやいや、大変だった。あ、ちょっとそう、この番組の視聴者の皆さんに言っておきますけど、このさざ波の騒動の時にこのニュースチャンネルは配信してませんけれども、それは意図的に配信しないんじゃなくて、たまたまスケジュール上あそこは配信予定がなかった週ですからね。ちょっとご誤解のないように、これは基本月に3回配信ということになってまして、で、時々まあ2回3回に分けてやるときありますけど、これは要するに予算上、要するに貧乏番組なもんですからお金がなくて、月3回しか収録ができないので、たまたま先週は高橋さんの問題があって、ぜひやりたかったところだけど、できなかったと。そういうことですので、ちょっと言い訳めいてあれですけど、申し上げておきます。まあじゃあそんなことだったら、まあ一応終わったんで、終わった話なんでこれ以上やってもしょうがないということで、じゃあ今日の本題です。気候変動問題。これやりたいと思います。というわけで、川端さんともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでまずですね、この気候変動問題、ちょっといろいろややこしい、ちょっと細かい話もあるので、ちょっと定義をね、私の方から簡単にまずご説明したいと思うんです。まずこの気候変動は実は4月の22日にオンラインでバイデン大統領、アメリカのバイデン大統領が提唱した気候変動サミットっていうのがありました。で、そこで、各国がそれぞれの削減目標、CO2 はじめその削減目標を言ったわけですけども、温室効果ガスですね。まあ、日本は2030年 46%、13年度比で 46% 削減と。まあ、こういうことを言って注目を集めた。で、この話、どっから始まってるかと、もう多くの三田さん、改めてですけども、これは国連の、報告書、要するに、何でしたっけ、国連気候変動に関する政府間パネル、IPCC ってやつですね。この IPCC っていうのがずっと報告書出してまして、まあ、それで、この問題が、まあ、世界的に、まあ、5年から7年ごとに、注目を集めてる。で、これが今見てるやつですけど、第一次報告書のところをちょっと見ていただきたいんですけど、これ90年に公表されまして、この時には何て書いているかというと、人間活動が及ぼす温暖化の影響について、気温を上昇を相似させるだろうという、まあ、ちょっと曖昧な言い方。それが実は2時、3時、4時と5時というふうに報告書が出るたびに、だんだん可能性が高まってきて、最新の13年から14年にかけて発表された13年ですね。13年の第5次報告書では、可能性が極めて高い。つまり人間活動が温暖化に及ぼす可能性は非常に高い。95% 以上の確率だっていう話になったと。これがまあこれまでの経緯ですね。で、次のパネル資料出してみますか。これは要するに、1880年から2012年の間に 0.85 度 C 上昇しました。それから最近ではですね、特にこのどの10年平均よりも暑くなりましたってこういうグラフです。次の資料出してみます。で、これは海温ですけども、海水ですね。水深が浅いところ、つまり上に上がるほど、近年では温度上昇が顕著ですよっていう資料です。これ全部 IPCC の第5次報告書から のクリッピングです。はい。次お願いします。で、グリーンランドをはじめ、その氷河が、まあ、溶け出してますねと。それで、氷が、だんだん少なくなってますよっていうのが、まあ、氷河とグリーンランドと、それから南極大陸について、まあ、出てるけど、まあ、近年に近づくほど、どんどん失われてますねっていう表です。はい、その次。で、これは二酸化濃度ですけど、まあ、南極とそのハワイで、計測してますと、二酸化炭素がどんどん近年に行くほど、右肩上がりで増えてますねっていう、まあ、そういう図表です。はい、その次。で、これはですね、ちょっとグラフのところは明らかにもうちょっと大きくしてもらいたいんですけど、これは要するに人間活動がですね、活発になって、その放射強制力っていうちょっと難しい言葉ですけども、要するに一番上のところ、二酸化炭素が一番大気、温暖化に大きな効果を及ぼしてますよと。まあ、ついでメタン、それからハロゲン、など、カーボンなど、いわゆる温室効果ガスが出てますけど、まあ、その中では二酸化炭素の効果が一番高いですねっていう、まあ、そういうグラフです。で、その次。で、最後、これがまあ、ちょっとわかりにくいグラフですけども、まあ、簡単に言うとですね、2030年から52年の間に、地球温暖化が進む、つまり、下の方に書いてあるんですけども、
産業革命以前と比べて、それまでの産業革命以前の平均値と比べて 1.5 度どうやら高くなりそうだと、2030年から52年の間にですね。で、矢印が書いてますけど、これ放っとくとそのままどん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 上がっていっちゃうけども、これ以上上がったら大変だっていうんで、まあ、だからこの 1.5 度 C になんとかとどめたいねっていうのが、まあ今世界の目標になってます。で、それがまあ IPCC から 1.5 度 C 報告書、特別報告書っていうことで、さっきの5番目、5つの報告書とは別に、直近でも、まあそれから、2018年にこれ出てるんですけど、まあ報告があったと。で、今世界はこれらの報告を受けてですね、まあなんとか 1.5 度、までに上昇を抑えましょう。そのためにどうしたらいいですかっていうことを、まあ、議論しました。で、冒頭申し上げたように、東京、日本はですね、2030年度に13年度比 46% 削減しますとか、あとアメリカは2005年比で 50% から 52% 削減しますよとか、中国は、これは GDP 比ですけど、国内総生産比で 65% 以上削減しますよとか、などなどいろんなことを各国が約束し合ったっていうのが、この間の4月のバイデン主催の気候変動サミットでした。まあそういう流れでございます。で、今日議論していきたいのはですね、まず、まあ今、指標で、グラフで示されたような、気候変動の理由、つまり地球温暖化っていうのは、まあ、本当に起きてるのか、それから起きてるんだとしたら、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの効果によるのか、ここのところからまずちょっと根本的なところですけど、まあ議論を深めていきたいなと思います。そこで、川端さん、ちょっと一番最初で申し訳ない。はい、川端さんご自身は、この気候変動の問題、どういうふうにまず考えてらっしゃるんでしょう。まずおっしゃったことに対して答えるとするならば、はい、地球がこの間暖かくなってるっていうことは事実です。これは私も認めます、はい、ただそれが、人由来の二酸化炭素の排出によって温度が上がってるっていうのは、うん、それは、間違ってる、まあ、そういうふうに思いますね。なるほど、はい。世間、まあよくその温暖化を主張する方がですね、はい、出してくるグラフっていうのは、ただちょっとこれ見えにくくて申し訳ないんだけど、あ、はいはい、こういうグラフ、これ万のグラフっていうんですけどもね、最後にキュッと上がってるわけですよ。はい、上がってますね、はい。それからこっちはトンプソンという方のグラフで、はい、これも最後キュッと上がってて、はい、ホッケースティック現象とか言ってるんです、ね。ああ、ホッケースティックに似てるから。似てるから。だから、こう、産業革命以降、急に、その、気温が上がってると。地球全体で上がってると。うん、それに対して、まず私が申し上げたいことは、まず、この表から言いますとね、うん、じゃあ、今から何年前に温度計ってできたのかっていう話です。うん、そうね。うん。測ってるわけですからね。うん、まあ、こう、表にしてるわけですから。それは、まあ、正確に精密な温度を測れるようなものができたのは70年前なんですね。うん、なるほど。それから、そう、普通の温度計でも、まあ、100年ぐらい前なんですよ。うん、うん、はい。じゃあ、その前のこの表でですね、ずっと、まあ、有史以来ではないけど、うん、大昔からこういう数字が並んでるわけですね。はい、はい。これはどうやってこの気温を出してきたのかっていうと、うん、うん。まあ、例えば、これは、木の年輪とかね。はいはい、それから花粉とか花粉、はい、それからあとはサンゴの年輪分布ってのあるんですよ。あ、はいはい、も測れる、うん、で、あとは氷床にこういう細いお茶っ葉入れる缶みたいなやつの長いやつを思いっきり突っ込んでですね、はいはい、氷床を抜いてきて、で、過去どうだったかっていうことを分析するというやり方が取られてるんですね、うんうん、もう氷層って氷ね、うん、こういうやり方で温度を測るということに対しては、はい、うん、私に限らずみんな疑義があるんですよね。はい。だからまして、まず、この一番初めの入り口の温度上がってるっていうことについてですね、ちゃんとした資料が出ないという、この事実があるわけです。はい。それから、今現在もですね、地球温暖化というならば、大体、その大気圏っていうのは100キロぐらいあるんですけども、地球の周りのね。はい、
地球の表面から100キロぐらいが大気圏で、はい、これが気候に影響するというんですけども、うん、この100キロ圏内も含めて、まあ、いわばそのちゃんと温度が測れてるのかと、まあ、これでいうとこういう形 の, あの、まあ、いわばメッシュにした形でね、はい、ういうメッシュにした形で、世界中の温度を測ってですね、それで確かに上がってますよっていうんだったら分かるんですけども、うんうん、こういうことはまあ一切行われてない、うん、で、まあ今我々があのテレビで見る天気予報だって、まあ明日明後日の天気予報は当たることが多いんですけども、うん、1週間先だとやっぱり当たったり当たんなかったり、そもそもみんなも当てにしなかったりって感じだと思うんですけども、あ、そうね、うん、天気予報の要するに計算の方法、いわゆるそのスーパーコンピューターでやるんですけどもね、はい、これはだいたい今の天気予報っていうのは500メーターのメッシュでですね、縦横高さ500メーターのメッシュで全部こう解析するんですね。で、気候っていうのはもうこれ大変難しくてですね、当然その温度が上がったり下がったり風が吹いたりとかいうことを全部計算しなければですね、天気を予測できないですから。しかも温度も雲も風も何もかも全部自由闊達に移動しちゃうわけですから、はいはい、大変予測が難しいわけです、うんうんうん、で1週間先の天気が分かんないのになんで100年先の温暖化が分かるのかっていうのは素朴な疑問ですよね。なるほど、うん、まあ、分かりました。それからご承知かと思いますけど、二酸化炭素っていうのは空気中にどれだけあるのかっていう話で、うん、これはですねなんと 0.03% なわけですよ。大気の素性というのは、うん、当然ご承知の通り、窒素と酸素で 99% なんですね。うん。残りの 1% がいろんな、まあ、いろんなものが一酸化炭素も含めですね、いろんなものがあるわけですけども、うん、その中でも 0.03% が二酸化炭素なんです。うん。それが増えたか減ったかで、まあ、地球全体のですね、気温に対する重大な影響が与えられるということについては、まあ、入り口で申し上げますけども、うんうん、それは、まずこれはおかしいなと普通考えるのが普通じゃないかな。なるほど。なるほど。ただその3点はちょっとわかりました。はい。今までの話でちょっと一点だけ確認。最初にあの、はい、見せていただいたあの、保険スティックと、それからその前のあの、グラフね。ええ、あれ横スケールはあの1000年とか2000年とかっていうスケールでしょ？そうです、もちろんです。1000年から始まってますね、両方とも1000年ね、うん、はい、そのスケールは1000年の単位の話だっていうことですね。そうです、だから、まあ、はい、わかりました。じゃあまずそこのところを出発点に、高橋さんに聞いていこうかな。高橋さんはこの気候変動の問題、まず基本的なところですけど、どのように考えてみますか。まず地球が温暖化してるのか、それからその原因が二酸化炭素をはじめとするガスの話なのかっていうところですけど。そういうふうな問題設定ってだけで文系って理系がすぐ分かるんだけどさ、要するにね、あのね、数式でやるから文系理系はね、だからどんな単位で話するかっていうのは答えは全部違うんですよ。なるほど。あの、うん、1000年ぐらいのスパンだと、ホッケースティック論争ってあったんだけど、まあ多少インチキっていうのもあったんだけど、まあその最近のところの上がりっていうのだけちょっと異常だっていうところは結構コンセンサスがあるんですよね。これで途中の段階になるとよくわかんないっていうのは普通でしょ。それでね、もうちょっと長いスパンになると、数万年、10万年ぐらいのスパンを飛ぶと、これは結構明らかにわかるんですよね。要するに環境と表記があるって。それでその要因っていうのは、実は全然、あの、人と関係なかったので、ほとんど動いてるっていうのはわかるんですよ。だから、この長さをすごく取ると、かなりのことはわかる。ね、あの、先ほど川田さんが長さを長くすると当てにならないだろうって言うんだけど、実は長くなった方が結構簡単なんですよ。まあ、いろんなメカニズムがなくなっちゃって、偶然性がなくなるからなんですけどね。あの、理論だけで動いちゃって。だから、これは理論っていうのは、10万年スケールで見ると、まあ地軸の傾きとかそういうのがほとんど決まってきちゃう。それとあと地軸の傾きだとか、あとは火山活動とかそういうの決まってきちゃうって形になってて、人的には関係ないって答えになっちゃう。だからそういうふうに長さを見るときに温暖化の話でどうですかって言われたら、10万年スケールで見たら、それはあと何年か、これもね、何千年のスパンで氷河期が訪れるでしょってことぐらいしかわかんない。なるほど、うん。で、それをね、短くすればするほどいろんな要因で説明するのは結構簡単にできちゃうんですよ。だから短くするってこと自体がもうほとんどもうポリティカルな話なんで、もうそんなすごい短い時間で科学の話してもしょうがないんですよね。だから私なんかもう一回短
すればいろんな説明も簡単なんだから、それもポリティカルの話で、多分その中世以降の1000年取ったって、それは結構簡単に説明で、いろんな要因で説明できちゃうでしょとしか思わないですよ。なるほど。そんな簡単で、そんな当たり前なんですよ。だから、ちょっと、まあ、ガマさんどうぞ言ってください。こういうグラフになるわけですよ。すなわち、1万2000年前に氷河期が終わったんですね。で、その後暖かくなって、日本でも縄文時代で、こう、日本に初めて、まあ、歴史が始まるわけですけども、この表にありません、はいはい、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、うん、はいはい、言いたいことは何かっていうと、氷河期から温度が上がったんですけども、その後、傾向的には下がってるんだけども、その中で上がったり下がったり、上がったり下がったり、上がったり下がったりしてるんですよ。で、今それは上がってる方向にあることは、これは間違いない。はいはい、今のは何、横のスケールは1万年単位の？これは一応、過去2万5千年のスケールです。なるほど。その1万2千年前に氷河期が終わってますから、その前のことを言ってもあんまりしょうがないかなということで、これになってる。このグラフになってるんですけどね。そういう感じで、そういう長いスパンでのですね、動きっていうのはあるわけですよ。で、その長いスパンでの動きで考えなきゃいけないのは、一つは氷河期と間氷期の話。それからもう一つはですね、小氷期というのと、それから、こう、温暖になってる木が、ここにあるように、こう、なんか手袋みたいになってるんで、でこぼこでこうやって、観測されてるわけですね。これがあるだろうと。なるほど。だからもう一つ重要なことは、私は、その温暖化の原因は何かっていうと、それは太陽活動だというふうに思ってますから、太陽活動っていうのは、ご承知の通りですね、11年ごとに黒点が増えたり減ったりしてるわけですよ。だから55年ごとにですね、これがまた大きく波になってるわけで、それを太陽活動っていうのは、まあ、黒点を見ればですね、黒点が増えたら活動が活発になって、太陽が活発になるから、焚き火の火が大きくなったのと同じで、こっちも暖かくなるわけですね。なるほど。そういう時期に今あることは間違いないと思う、ね。なるほど。ちょっとね、もうここまでのところでね、はい、私はもうこの気候変動問題全く素人同然なんで、ちょっと高橋さんにも確認しながら話を進めていきたいんですけど、高橋さん、まず最初の今お話で指摘されたことは、要するにじゃあ横のスケールを、例えば100年単位で取るのか、1000年単位で取るのか、万年単位で取るのかによって、全然議論のレベルが違っちゃうってことだ。はっきり言うと100年ぐらいだったら何でも説明できます。それで、ね、1000年でもね、かなり恣意的というか、部分的にできちゃう。なるほど。要するに、万年単位で取るとですね、はい、もう要因はほとんど決まってきちゃう。そういう感じなんです。じゃあ、万年単位では、じゃあもう議論のはほとんど修練してるってこと？修練してるよね。だって、だからあとは次の、氷河期はどのくらい来るかっていう、その話しかないんだけど、多分何千年かぐらいでは先に氷河期は来ないっていうことぐらいは分かると、そのぐらい。なるほど。で、じゃあ昔に積みたかった。予測すると、次の氷河期っていうのは多分3万年ぐらいっていうのは大体予測はできるんだけど、それまでは氷河期が来ないって意味だから、それは上昇してもしなくてもどっちでもよくわかんない。そんな感じになっちゃうんです。ああ、なるほど、なるほど。うん、その3万年、何万年単位で、ね。3万年ぐらいで言ったら氷河期が理由だったと。うん、だから、その氷河期と間氷期っていうのは実は地軸でほとんど決まってるって分かるから、なんか太陽活動なんで。うん。それで、要はあと、そう簡単にすぐ氷河期は来ないだろうってことが分かるわけ。なるほど。うん。だから、そうすると温暖化っていうのは全然違う要因でたくさん説明せざるを得なくなるんですよね。なるほど。そういうのは、短くなればなるほどいろんな他の要因で説明するんだけど、その時に、もう立場とか、その見方の違いとか、その短さをどのくらい見るかとか、もう要するに100年か200年で見たら、その最近の上昇っていうのは、もうほとんどその人為的な話しかないでしょとか、そういうような議論ができるわけ。なるほど。うん。ああ。それで、ね、じゃあその上で、ちょっと聞いたんだけど、じゃあ今冒頭に紹介したこの IPCC の議論っていうのは、まあ非常に何度も何度も出てくるのは、うん、要するに産業革命以前と比べて現在どうだよってこういう話をしてるわけだけど、うん、このタイムスケールは大体100年かせいぜい200年ぐらいの、ね。そうそうそう。うん、そう、それで議論したらね、それはそういうふうに人為的な話がたくさん説明せざるを得なくなるんだろうなと思うだけですよ。なるほど。逆に言うと、うん、その200年ぐらいのところで議論しようと思ったら、人為的なもので説明しようと思うと、どのようにでも説明できるっていう。できる、かなりできる。だから、その長期変動の中で見たら、全然ちょっと違った説明になって、その人為的やってすごくウェイトが少なくなるんだけど、短くなればなるほど人為的な要素が大きくなるんですよ。
なるほど。うん。だからそれも、時間の、時間軸を取ったときに、もう答えが大体わかるような話なんですよ。ああ、そういうことか。はあ、はあ、うん。じゃあ IPCC のなんかの議論ってのはもう200年単位の議論だってことね。まあ、そしたらそれは人為的な話になるよ。なるわけね。なるほど、なるほど。そういうことだからあれでさっき、うん。はい。ニュース女子で、ほら、武田さんが言ってる話がよく理解できなかったでしょ、皆さん。うん、理解できなかった。うん、私分かってたんで、武田さんの話っていうのは1万年以上の話を、説明ずっとしてるんだよ。はいはい。うん。で、そうだから最近の100年、200年の話は全然関係ないっていうふうに説明してるだけなんだよね。ああ。だから彼はスパンが1万年ぐらいの話になってて、そこで、いわゆる標準的な1万年とぐらいのスパンで見ると、人為的要素なんてほとんどないから、もう自然由でみんな食ってくるんだよね。なるほど。あ、武田邦彦先生ね。そうそう、武田邦彦さんはそういうふうに。だから、同じ科学者でも、あれですよね、そのスパンで長くすれば、ほとんど人為的要素がなくなってすぐわかるんですよ。ああ、なるほど。短くすればすごいです。特に最近のデータを見てやっちゃったら、それは人為的要素で産業革命以降っていう説明になっちゃいますよ。なるほど。そうすると産業革命以前以降はですよ、いろんなことがまあ起きてんだけど、まあその中の一つのファクターとして、その温室効果ガス、とりわけ二酸化炭素っていうふうなものを取り出して説明しようと思ったら、それは説明できちゃうっていう話です。できちゃうよ、ある程度。あと、それはだから二酸化炭素の持続効果というのをちょっと、表に、すごく強調するのと、あと時間が短いから、時間が短いってことの説明になると、そういうの出てきちゃうんですよ。時間が短いっていうのは200年で短いっていうのは変で思うかもしれないけど、私みたく1万年で見ると、要するに、1万年だとデータ100個だとすると、100年は1個しかないんだよね。1個で見るような感じになるわけね。はいはい、100年間のデータって1個ぐらいにしか相当しないんで、1万年がデータ100個で見るでしょうから見れば。そうすると1個、はいはい、1個だけの要因でいろんな説明できちゃうでしょ。ああ、はいはい。そんな感じ。でも100ぐらいの要因があると、もうとてもじゃないけど人為的要因は入る余地がなくなるんだけど、1個だけの説明だから、それは何とでもできちゃうという感じです。ちなみにじゃあ、今のこの IPCC のこのスタンス、これはまあ、うん、要するに二酸化炭素に絞って説明してんだけど、実は他の要因もあり得ると思う？一番簡単なのはメタンだよ。メタンとか、メタン、うん、メタンってほら、ゲップとかそういうのあるんでしょ？メタンも結構温室効果あるし、はいはい、それで、もうちょっと違う要因言えばあれでね、人為的要因以外で大きいってすぐ分かるのは多分火山の噴火じゃないかな。火山、うん、火山もたくさん噴火しちゃったらもうものすごくあれになるよ。大気中の濃度変わるけど。なるだから、学者かなんかでもこれを、なんか、論破しようと思ってる人ってのはちょっといるんだけど、正直言うと、うん、まあ、この条件設定が100年か200年の話だから、いくら議論してもそれはもう、人為的な話しか出てこないと分かるし、だからそこはそこの土俵ではもう議論しませんけどね。なるほど、うん、だから、うん、もし打ち破ろうとすると、どんだけ頑張っても、どっかで火山が爆発何個かすると、温暖化しなくなっちゃいますよっていうのは言えるんだよ。なるほど。要するに火山が爆発して、空を雲が覆っちゃうんだよ。うん、そしたら太陽光入ってこない。もう普通に冷たくなっちゃう。寒冷化しますよって言えちゃうもん。なるほど。何発かこの火山が爆発するだけでこうなりますとも言えるよ。なるほど、なるほど。わかりました。ちょっとね、ちょっとここでちょっと高橋さんご説明、ちょっと一旦切らせてもらうけど、つまり頭の回転がついてから、ないから、一旦じゃあそれで整備させて、川端さん、今の説明の、はいはい、もう一遍要約しながらお聞きしますけど、要するに、高橋さんは100年、200年単位で見たら人為的なものをいろいろ説明は可能だよと。で、そんだけで、IPCC は二酸化炭素ということを取り上げて説明してるけど、それはそれでできちゃうよねっていう、まあこういうご説明だったと思うけど、川端さん、それについてはどのように思います？いや、それは地球が温暖化してると言っても、温度計で測ってるわけじゃないですよね。それで、しかも温度計自身は70年前に正確なものができてるわけですから、測ってもないもんですから、いかようにもそれは言うことはできる。それはその通りだと思います。うんうん、だから、高橋先生がおっしゃったように、地軸の変動といいますかね、地球の公転の周期的な変動ってのあるんですよ。これはミランコビッチサイクルっていうんですけれども、これは温暖化に大きく影響してると私も思います。もう一つは大陸の移動ですよね。まあこれはかなり古い話になりますけども、例えば南極大陸、それからオーストラリアとかあの辺が分離したときに、南極大陸をぐる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 
それをですね、回るその海流ができて、それによって、うん、まあ、その南極大陸が大きく冷えた。南極大陸ってあって、アメリカ大陸よりもでかいですから、それが大きく冷えたということがあって、そこは今言ったって3000メーターぐらいのですね、氷がこの陸地の上にあるわけですよ。うん、そうするとどういうことになるかっていうと、その大きなその氷の塊がそこにあってですね、まあ全部その太陽から発せられるその熱が地球までに来るわけですよね。で、うん、年で 50% ぐらいを吸収するんですけども、その残りの 50% は基本的には反射するわけですよ。うん、それが、まあ、温暖化ということで言えば、その二酸化炭素の層が吸っちゃって、うん、それで温度を外へ出さなくしてると。だから温暖化って言ったって別に、あの、二酸化炭素をボン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 出すから、それで温まってるって意味じゃなくて、それが層を作って、うん、地球、その太陽から来る熱を外へ出なくしてるから温暖化するんだっていうのが温暖化の論者のその説でもあるわけですよ。うんうん、別にその誰かが焚き火してて温めてるって話はもちろんないわけでして、そこを作っちゃってるってことはいけないって話なんですけども、私はそれに対してもちろん反論があるんですけどもね。ですから、まあそういうことだという、まあ、その、だからミランコビッチサイクルとプレートテクニクスがあって、それが温暖化に大変大きな影響を与えているということは、これはもう当然のことだと思います。うんうん、いやいや、私がその評価をお聞きしたかったのは、うん、その100年、200年っていう非常に短いスパン。要するに IPCC が問題してる、せいぜいまあ産業革命ぐらいのところから比べて、今温暖化してる。で、それの主因が二酸化炭素だよっていうふうにまあ指摘してる。これについてはどういうふうにお考えかっていう。うん、私の考えは、温暖化してることは事実です。事実ね、はい。暖かくなってることは事実です。うん、しかし、その原因は何かっていうと、まあ、だから二酸化炭素の関係から言いますとね、うん、二酸化炭素っていうのは、海の中に一番たくさんあるわけですよ。ああ、よく言われますね。はい。それで、例えば、シャンパンとかコーラとかね、そういうのと同じようにですね、うん、シャンパンもコーラも温まったら二酸化炭素外へ出てくるわけですよね。はい、だから、海の中の二酸化炭素が温暖化によって外へ出てきてるわけ。はい。だから、うん、まあ、原因と結果を取り違えてると。すなわち、うん、温まったから二酸化炭素が増えたんで、二酸化炭素が増えたから温まったんじゃないっていうことですよね。ああ、はい、はいはい。逆だよって言いたいわけですよ。なるほど。ヘンリーの法則っていうのを高校生で皆さん習われたと思うんですけども、それは温度が高まればですね、それはコーラやシャンパンを例に出すまでもなくですね、はい、そうやって温まっちゃったら中には二酸化炭素が外に出てくるわけですから、はいはいはい、それは、高橋先生がさっきおっしゃったですね、火山の爆発っていうのがあって、これは確かにおっしゃる通りですね、はい大変な量の二酸化炭素が出てくるわけですよ。はいはいはい。これがですね、1992年にピナツボ火山っていうのがフィリピンで爆発したんですよ。あ、あったね。はい。それで、その、高橋先生おっしゃったように、その火山灰がすごくたくさん出て、はい、で、それが、しかもその地球全体を覆って、地球の温度がうわっと下がったんですよね。で、この地球の温度が下がった時に、はい、じゃあその、どうなったかっていうと、二酸化炭素はそれに標速を合わせてぐっと減ったんですね。あ、そう。初めて聞いた、それは。気温が冷えたから、うん、海の中の二酸化炭素が、まあ出てくるのをやめたというか、二酸化炭素が海の中に入っちゃって、だから温度が下がったから、その、まあなんて言うんでしょうか、二酸化炭素が減ったということは、もうこれは、まあ、なんていうんですかね、そういう、これがま、その測定結果なんですけどもね、こういう形で、はいはい、まあ、明らかなわけですよ。従いまして、その、はい、まあ、今パンデミックでですね、世界中でですね、はい、二酸化炭素の排出量が減ってるわけですよね。で、これで、じゃあ、その、二酸化炭素が減ったから、それで来年の、まあ、今年の夏が涼しいかっていうと、まあ、それは、そこで、はっきり証明されるんじゃないの、そうじゃないよっていう話で。ああ、いや、わかりました、うん。ちょっとパンデミックで二酸化炭素が減るってのは、要するに経済活動が停滞するから減るっていう、そういう意味？いや、でも車の量も減りましたし、工場も止まりましたし、あ、はいはい、まあ、現実的に統計によるとですね、はい、二酸化炭素の排出は 8% 減ってるんですね、世界で、去年。はい。従いまして、
まあ、そのこれから例えばあの日本も、排出量を減らそうっていうようなことを宣言しちゃいましたけど、はい、本当にそれを減らしたときに温度が下がるのかどうかということはですね、それはもう1年だけじゃ見れないということは分かりますけども、はい、本当に下がるかどうかということは今年の夏どうなるのかではっきり分かるんじゃないかなと私は思いますけどね、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど。高橋さん、あの今の川端さんのご指摘なんだけど、私はへえと思ったのはそのピナツボさんの話なんですが、うん、ピナツボさんが爆発して、要するにあなたがご指摘の火山爆発して、その噴煙が世界をやったら、それで温度が下がって、かあの海から出てくる二酸化炭素が減ったっていう話、こことかはどうかしら。まあ、びっくりしたんだけど。ね、まあ、有名な話だから、あの火山がどんなに爆発するか予測できないから、なかなか言えないけどね。じゃあ何発か爆発したらそうなっちゃいますよってのは簡単ですよ。だからじゃあ今のこの話は、じゃあある種こう実証例なんだ。実証でですよね。だから、あの、まあ、あの、なんていうかな、経済活動の結果、CO2 が増えたとも言えるし、だから、どうでも言えるんだけど、でも、ポイントは、あの、まあ、こんなの今更言っても意味ないから、まあ、あの、一応そういうのを所有として、あの、国際ゲームしてるって、それだけのことですからね。なるほど。あの、科学的な話を。数的に言うと、実はね、はい、ね、まあ、それはね、この、温暖化に乗った方のが実は研究費取れるから、あのね、はい、大体 90% 以上は、実は、あれだよ、あの、普通の、あの、その国連の話に、その乗ってますよ。なるほど。ちょっとね、うん、そこのところはね、この第2部でね、やりたいので、とりあえず、もう時間もだいぶ過ぎてきましたから、とりあえず今回はここまでとさせていただいて、すぐこの後続編で、今の高橋さんご指摘のその政治的な話、研究費の話はもちろんだけど、それから各国がコミットしたその削減目標の話、こういうところについての評価を次回聞きたいと思います。それではとりあえず第1回目でございました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。